はい、どうも、こんにちは。沖縄おばばでございます。えー、なんと言うかね。はい。えー、まあ、いろんなものがね、価格が値上がりしてるんですけど、まあ、自販機ですよね。これもかなり価格上がってるっていうお話を聞きます。まあ、うちの近くには、近所には、あ非常に安い自販機があって、100円ぐらいで買えます。はい。はい。まあ、あー、なんていうのかな。あチェリオの自販機ですけどね。 はいえ他にも、あの琉球コーラですね。琉球ボトラーズの自販機なんかはあ、まだ安いですね。はい。120円、30円ですね。はい。まあ、そんな中あ、まあ、聞く話によるとね、ところによって自販機が180円とか、まあ、160円とかね、まあ、160円安い方かなあー。そういう価格になっている場所もありますよということで。 はい、えー、まあ、なんて、ネトラボさんにも出てましたね。ネトラボニュースにもね。えー、まあ、多分ね、多分なんですけど、自販機売り上げ落ちてますね。はい。自販機の売り上げ落ちてると思います。はい、高くなってるところは。まあ、当たり前ですよね。高くなったら買わなくなります。えー、だって自販、自販機で買うよりもスーパーで買った方が安いですからね。 はいえー、まあねコンビニで買った方買うのと自販機で買うのとまあどのくらい差があるのかわからないんですけど、まあ、スーパーで買えばね確実に自販機より安いんで,で週末に行ってね欲しい人はまあ自分の好きなね、えー、ペットボトルの飲み物を何本か,か買ってねそれをまあ,あ使うっていうことこれをすると思いますよ。 はい。えー、まあ、頭は使うためにある、あるんですからね。え、まあ、もっとね、節約家の方は、あ自分で水筒を持ってね、水筒の中に飲み物を入れて、で、えー、毎日ね、それで過ごすという。今ね、まあ、いろいろ保温とかも効くようになってるんで、水筒がね。えー、なんでね、えー、まあ,あ、あったかいコーヒーとか入れていけばいいだけの話なんで、はい。まあ、そういうことでしょうね。 で、何が言いたいかというと、なんと、自販機。はい、えー。時間によって値段が変わる自販機を来年からどんどん取り入れるそうです。これ、コカ・コーラの自販機ですね。コカ・コーラの。まあ、飲みませんけどね。はい。コーラ飲みたいときはあ、まあ、琉球コーラか、もしくは、 えー、成城石井さんとかのね、クラフトコーラとかをね、飲みます。はい。えー、添加物が何にも入ってないんでね。はい、えー。まあそういうことでございます。はい。えー、なんて言うのかなまあな、本当にね、あれですよね、もう、うん、って感じですよね。10円ですよ、10円。10円単位で、えー、夜の時間帯だけ下げると言ってます。 本当にこれね、多分売り上げ厳しくなってると思いますよ。自販機の。なんでこういう対策を取るんじゃないかなと思います。はいえ。でもね、まあ夜に買いに行く人ってどのくらいいるんでしょうか。明日の朝の、まあ明日のね、えー、時のために夜のうちに用意しておくということをするんでしょうかね。 まあ、しないと思いますけど、どうなんでしょうかあ。まあ、スーパーで買った方が自販機で買うよりもね、安いんでね。でもまあ、場所によってはね、スーパーに行くのに燃料費がすごくかかるっていうところありますからねえ。すっごい田舎なんかだと、車でね、えー、まあ、20分ぐらい行かないとスーパーがないっていうところもあります。実際ね。 なので、えー、まあ、こういう地域にとっては自販機は助かるんでしょうけど、まあ、自分でね、自分でまあ、まあ、クラフトコーラ、はい、えー、コーラを作るね、あのー、なんていうの、原液みたいなのも売ってるんで、えー、まあ、そんなに安くはないですけどね、だいたい添加物なしのいいものなんで、クラフトコーラのやつはね。なんで、そういうのを買って自分でね、炭酸水で薄めて飲むとかね、えー、まあ、そういうこともね、 えー、考えた方がいいかもしれませんね、今後ね。はい。まあ、すごいことになってますよ。えー、とりあえず、コーラなんかは自分でスパイスとレモンで、えー、作れるみたいですね。はい。えー、まあ、いろいろカルダモンとかね、シナモンとかいろいろ何種類か、あのー、スパイス買ってきて、で、えー、まあ、レモンとね、一緒に、あとお砂糖とね、えー、原液を作ることもできるようです。はい。 まあ、そういうことなんでね、えー。うーんって感じですけど、これも、でも本当に不景気なんだろうなと思います。はい、話は簡単で、夜間だけ値下げするそうです。来年からコカ・コーラの自販機が。あ数十円単位みたいですね。はい、えー、どうなることでしょうかね。売り上げは回復できるんでしょうか。まあ、できないと思いますね。 えー、まあ、この値上げの嵐ですからね。えー、これからいろんなものが値上がっていきますから、あ皆さんね、えー、どうぞお、早めに早めに準備してくださいませ。よろしくお願いいたします。もうね、備えあれば憂いなしでございますよ。本当に。はい。私はあの、クラフトコーラのシロップも、フェリシモさんで毎月ね、えー、定期購入しております。まあ、もうすぐ終わるんですけどね、この定期購入。はい。 えー、まあそういうことで一応取ってあります。はい、えー。飲みたくなった時のためにね。はい。そういうことでございます。皆さんね、えー、皆さんも工夫して体にいいものをね、えー、適度取るようにいたしましょう。はい。で、こんなね、えー、夜に、夜だけ、夜限定で安くなったからといってね、買いに走らないように。はい。<laughs> そういうことでございます。それではね。 えー、まあねコカ・コーラみたいな大企業といえどね今のお値上げは厳しいということなんでしょうねはいまあいろんなところが厳しくなってます頑張りましょうねそれでは皆さんまたごきげんよう沖縄おばばでした